はい、お願いします。まずですね、同じ時間に魅力的なセッションがある中を見に来てくださってありがとうございます。私からは明日役員と話とかではないんですけど、アイデアの一つとしてこんな方法もやっているところがあるよというのを知っていただければなと思います。弊社のサービスでリアルタイムなユーザー体験を提供するために、本番で運用しているプラズマっていうものについてお話します。簡単に自己紹介なんですが、青山亮と申しまして、サイバーエージェントに2年半前新卒で入っていて、今フレッシュライブっていうライブ配信サービスの iOS のテックリードと、実は今日付でキャッツっていうクライアントリース組織をの iOS エンジニアにジョインしました。で、GitHub と Twitter もやってますので、もしよければフォローしてもらえると嬉しいです。ちょっと悩みは、先ほどキーボードがぶっ壊れて J が打てなくなったところで、これが本当に困ってます。はい、で少しなんですけど、仕事用に書いたコードを文章化するのもやっていて、直近だとちょうど昨日のセッションでもちょっと紹介していただいたんですけど、リファレンスキットっていうサブアルゴリズムのライブラリだとか、リフラックスっていうリフラックスアーキテクチャのライブラリとか、あと大昔作ったものをほとんど免停できてないんですけど、フォーマーっていうライブラリとか作っていて、あとリアクティブスイフトとかリアクティブコパーが好きで、プロジェクトでも使ってるんですけど、たまにコントリビュートしてます。もし興味あれば見てみてください。サービスがフレッシュライブっていうものを作ってます。左のアイコンのフレッシュライブっていう、動画視聴用のアプリと動画配信用のアプリ、右の青い方が動画配信用のアプリで、2つリリースしてます。でそのサービスの開発のでのお話です。はい、でここから本題に入りますが、皆さんサーバーの状態変化の検知ってどのようにやられているでしょうか。リアルタイムな表示更新って言われたときに思い浮かぶ方法って何でしょうか。私のなんか拙い知識だと、プッシュ通知で表示更新するだとか、ウェブソケットを使うだとか、あとライブ動画なので HLS のタイムのメタデータっていうデータを使ってやる方法もあるんですけど、まあ、これは辛いですしケースも選びます。ちょっと体験できてないんですけど、GraphQL と AWS の AppSync っていうサービスを使ったリアルタイム通信についてのセッションもあったようで、まあ、他にもいろんなソリューションがあると思いますし、私の知らないものもすごくいっぱいあると思います。とはいえなんですけど、行き過ぎました。おそらく多分、一番多く使われている方法ってボーリングなのかなと思っていて、まあ、ロングボーリングもあるんですけど、これも毎回ハンドシェイクをする必要があるので、まあ、ケースによるんですけど、そんなに変わらないものかなと。フレッシュでは、まあ、例にも言えず定期ポーリングをしていました、当時は。なんですけど、本当にこれでいいでしょうか。ライブ配信のサービスなので、まあ、非常にリアルタイムなデータ更新が重要になってきます。ポーリングは状態変化の有無にかかわらず、コネクションの生成と破棄を繰り返すので、まあ、無駄が多いものです。なので、より良い手段で状態変化を検知したいというふうに考えました。ここでサーバーサイドのボスを中心に、キルポーリングというちょっと危ないチャンネルが発足しまして、ポーリング利用している箇所をキルしていくという知見共有モードで、そこで生まれたのがプラズマというもので、サーバーサイドのボスが構想を練って、まあ、優秀なインターン生たちがそれを実装してくれました。もう実はもう1年以上前から本番投入していて運用してるんですが、まあ、最近ちょっとまた触る機会があったので紹介したいなと思いました。プラズマはオープンソースで公開してるんですけど、まあ、GRPC ストリームを利用した合成のサーバープッシュのミドルウェアで、 iOS から利用する場合はプラズマスイフトっていうクライアントライブラリが利用できます。プラズマスイフトを紹介しているんですけど、何のドキュメント化もされてなくて、まあ、すみません、今後メンテします。はい。で、まあ、GRPC 自体って多分もう特に珍しいものではなくなってきたのかなと思っています。なんですけど、ほとんどの場合利用されているものって、一つのリクエストに対して一つのレスポンスがある Unary RPC というもの。
まあ、紹介されている記事とかを見るとプロトコルバッファーの利点が目立って紹介されるんですけど、これは、HTTP2 に乗っかったプロトコルなのでストリームっていう概念が使えます。なので一つのリクエストに対して複数レスポンスを返されるサーバーストリーミング RPC っていうものとか、あとはクライアントストリーミング RPC、 その逆のものです。そして WebSocket みたいに複数のリクエストに対して複数のレスポンスを返す、バイダイレクショナルストリーミング RPC というものがあります。この中にもし gRPC に関するセッションを見た方はもう多分理解して見ているものだと思います。で、プラズマだと4つ目の赤くなっているバイダイレクショナルストリーミング RPC というものがあります。はい、で有名なところだと Google の Fire Store なんかがバイダイレクショナルストリーミングを使ってリアルタイム通信を実現しているんですけれども、まあ、プラズマの目的はチャットみたいな双方向で通信するものではなくて、あくまでサーバーからサーバープッシュ型のイベントを配信する汎用的なミドルウェアです。はい、で大体アーキテクチャはこんな感じで、まあ、パブリッシャーに当たるものがレディスに対してデータをパブリッシュして、その更新イベントをサブスクライブしているプラズマが各クライアントに、出回してくれるというものです。クライアントの方ではプラズマのサーバーに、イベントこのイベントが欲しいっていうタイプを送信して、サーバーは受け取ったタイプのイベントを、ペイロードとして各クライアントに随時送信していきます。ちょっと図そんなに見やすくはないかなと思うんですけど、プラズマからイベントを受け取るのは、クライアント端末だけではなくて、ここに小さくサーバーって書いてあるんですけど、マイクロサービスの一つが受け取ったりもします。クライアントとサーバー間での利用を第一目的としてポーリングを消すために開発されているんですが、汎用的なミドルウェアとして作ったので、今では例えば、マイクロサービス間で更新頻度の低いデータを毎回リクエストすることなく、キャッシュ自体をパブサブで更新するみたいないろんな用途に使っています。ですから今回は iOS の利用についてです。gRPC を使ったサブスクライブはややこしいところがちょっとあるので、プラズマスイフトっていうものを作りました。以前はプラズマスイフトっていう名前であるにもかかわらずオブジェクティブ C の gRPC に移動してたんですけど、gRPCスイフト gRPC に7月に刷新しました。これが結構意外と面倒な作業だったんですけど、その話はまた別の機会にできればいいなと思います。でプラズマスイフトの役割としては、スレッドの配置請求をしつつ、接続と切断の仲介とか状態保持だとか、あとはエラー入ったりして接続が切断される場合があるんですけど、これを自動で除外します。なんですけど、オブジェクティブ C の gRPC 使ってた時は問題なかったんですが、Swift gRPC に乗せ替えた後に、サブスクライブ中に Wi-Fi が切れたり 4G になったり、あとはコンビニを通った時に Wi-Fi が入っちゃうあれとかになったりすると、通信がハングして何も来ない状態が起きてしまうようになりました。これがちょっとエラーで判別するのが、ちょっと見た限りできなそうな感じだったので、まあクライアントの方でシステムコンフィギュレーションフレームワークっていうもので、通信を監視して、よしなりとリトライするような形にしています。これが正しいかどうかはちょっと定かじゃなくて、もっといい方法があると思うんですが、ちょっと今のところはこれに対応しています。これは gRPC の話なので、生でバイダイレクショナルストリーミングを使うよっていう時があった場合はちょっと思い出してもらえると嬉しいです。実際に Swift で書いた場合こんな感じに書くんですけど、ちょっとあまり綺麗に見えないですね。ちょっと暗いので見づらいと思います。イベントの種類を enum で定義しています。プライズマクライアントっていうクラスに対してハンドラーを渡してやると、リザルトとかに近い形で next と error っていうものが来るんですけど、イベントが渡されます。今のところそのペイロードが型がなくてストリングになっているので、将来的にはどうにか型の恩恵に預かれるようにしていきたいなというふうに考えています。
でこんな感じでサーバーとクライアント間でリアクティブにイベント電話ができるので、まあ、当然、アプリ側のリアクティブスイフトとか RX スイフトとかとの相性も良くて、これを利用しているアプリのアーキテクチャでも使いやすく設計できます。ではフレッシュライブでどんなところで使っているのかっていうのを少しだけなんですけど紹介します。例えば、視聴者の投稿をリアルタイムに表示したいときがあると思います。図がちょっとかなり見づらいと思います。すみません。YouTube かと思いきやこれはフレッシュライブというサービスなんですけれども、細かい例だと左の方の視聴数とコメント数が数字で書いてあると思うんですけど、これが更新のたびにイベントが来るわけではないんですけど、サーバー側から定期的にプッシュされる形、こちらから取りに行かない形で更新できます。あと右の方なんですが、投げ銭にた機能で配信者の応援っていうのができます。で応援には達成ポイントっていうものがあるんですけど、それの表示更新、上の方にちょっと見えてる赤いバーですね、これが、リアルタイムに更新されていたり、コメントのところに誰々が、応援しましたみたいなメッセージが出るんですけど、これがプラズマによって更新されています。はい。配信のライブ感を高めるために、動画以外もリアルタイムに更新してあげる必要があります。はい。でプラズマを使って最小限のリソースで実現しています。はい。で2つ目の例えば、配信者の設定ですぐ視聴者側に何かを表示してあげたい場合ですね。フレッシュライブでは配信者と視聴者っていうのがあるので、これがまた、やり取りをできなければいけません。はい。これでは左の方でアンケート機能があるんですけど、配信者が設定したタイミングで選択肢を表示するものです。で、右のテロップは、動画配信中に固定で表示したいメッセージなんですけど、これらは配信者の方が設定した時とか、あと非表示にしたい時、すぐに反映されなければならないものです。はい。配信者の設定の方は特にコンテキストが、ライブ動画と同期している必要があるので、できる限り遅延なく、視聴ユーザーに反映させることが重要になります。もしこれをボーリングでやったとしたら、配信中常にかなり短いタイム間隔でリクエストを送り続けるといったような感じになります。実際にはもっといろんなケースで使っているんですけれども、こんなところが大体の利用例です。多分今日見てくださっている方はなんか用途小さいなと思った方も多分いらっしゃると思うんですが、客観的に私が見てたら用途小さいなと思います。なんですけど実際には小さいからこそ重要で、その小さな機能、多くの機能があると思うんですけど、それに無駄なリソースをどんどん割いてしまうのは、なくしていきたいという考えです。あとは、本当はやりたいんだけどポーリングとかやんなきゃいけないからやめとこうみたいな諦めた経験のある開発者の方もいると思うんですけど、プラズマにのっとっておいているので、簡単にちょっとやろうかみたいな気軽にできたものも多々ありました。はい。最後まとめなんですけど、プラズマは gRPC ベースでバイダイレクショナルストリーミングを利用した汎用的なミラルウェアです。はい。プラズマスイフトを利用すれば iOS からも使いやすく、皆さんが使っているかもしれないリアクティブスイフトだとか RX スイフトとの相性も良いです。で最後にサーバープッシュによるイベント配信はもちろん開発者を楽にするんですけども、それ以上にパフォーマンスや UX の向上につながるものです。はい、私からは以上になります。ありがとうございました。はい、青山さんどうもありがとうございました。それでは質問に移りたいと思います。質問のある方挙手をお願いいたします。大丈夫ですか。ちなみに会場のネットワークは復旧しております。もし何か問題あるようでしたらお近くのスタッフにお声掛けください。大丈夫ですか。質問ないですか。
あ、じゃあ。素晴らしい発表ありがとうございます。僕は全然動画サービスかリアルタイムのアプリは作ったことがないので、そこまでそういうアプリの技術の仕様に詳しくないんですけども、今から作るとなるとそのファイアーベースとかでなんか適当にある程度その、ファイアーストアとかになんか、複数のユーザーの値を持っておいて、コメントの数とか単純にインクリメントした数をそこで、オブザーブしといてこう上げていくとなんか。リアルタイムにデータが返っていくのが実現できそうな感じがするんですけど、そういったものを今の IRS とかに移行するとかっていうことは考えたりとかしないんでしょうか。はい、ありがとうございます。Firebase とかでも実現できそうという話だったんですけども、これは僕は、同意します。 Firebase とか、あと先ほどお話ししたように、GraphQL とかでももちろん実現できるものではあるんですけども、サーバープッシュに絞って、でかつクライアントとサーバー、マイクロサービス間の通信だとか、いろんな用途に考えると、JLPC のことって RPC でやった方が、良いのかなというふうに僕は思います。なんですけどそんなに詳しいわけじゃないので、僕もFirebase を使った方がここがいいよみたいなところはちょっと言えないんですけれども、いろんな所有者の一つとしてプラズマというものを作りました。ありがとうございました。では、素晴らしい発表ありがとうございます。一点気になる点がありまして、そのデバッグが JLPC だと結構難しいのかなと思ってますが、そのあたりは何か工夫されていることはクライアントサイドのサーバーサイドとかに何かあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。デバッグが JRPC ベースだと難しそうだという話なんですけども、これもそうです、JRPC 自体の問題でもあるんですけども、バイナリー通信なので、デバッグは非常にしにくい状態になっていて、正直悩まされたこともあるんですけれども、ちょっと今のところいい策がないという感じになってます。申し訳ないです。 JLPC Swift だとベースが C コアで作られていると思うので、自分はその環境変数を指定することでデバッグログを流したりしているんですが、そういったこともできるのかなとは思っております。ありがとうございました。 JLPC の方のデバッグなので、 JLPC でデバッグ方法を調べると多分いろんなソリューションがあるかと思っていて、そのまま多分使えると思います。ありがとうございます。時間すいません、そうそう、お時間なんで終了したいと思います。この後アスクザスピーカーの方に青山さんに来ていただきますので、何かありましたらこちらでお願いいたします。それではもう一度青山さんに大きな拍手をお願いします。